これ一つ間違うと、そのキロワットアワーのところのコストだけ回収できているっていうことになれば、そこそこ効率的な運営をしているなんていうふうに思われちゃうとですね、相当に調整力市場で市場支配力を行使してコストから乖離したすごい高い値段で下ろしているっていうことになったとしても辻褄合っちゃって、今の制度だと同じ資本のもとにあるそのまあ支配的な事業者の発電部門と送配電部門というのでいうと、調整力市場で高い価格をふっかけると、その結果として送配電部門が大赤字になって、で同じ資本のもとでそのなんていうのか収支いってこいになるから、そんな無体な価格を言わないというインセンティブがあるのかもしれないけれど、そこをその調整力市場で市場支配力を行使して高い価格つけて、それで赤字になったという結果として、それは全部託送料金で補填されますなんていうことになったら、今よりも悪いことになりかねないということは、私たちは警戒する必要というのは十分あると思います。最終的に送配電部門がやっていけないような体系って作っちゃいけないし、あるいは黒になったときにそれを返すというようなことが整備されないなんて問題外だから、今回の事務局提案、託送料金をやっぱ2とかっていうような、そういうレベルで言うと正しいと思うんですが、まず考え方として、本当にこの資料で書かれているような考え方で正しいのかいうことはきちんと考えてもらって、それで十分な黒字が稼げないときに安直に託送料金で補填するなんていうことを考えてもいいのかということは十分に考える必要があるんじゃないかというふうに思います。以上です。ありがとうございました。じゃあ今回は後ほど他にご意見、野崎オブザーバーお願いします。はい、ありがとうございます。私からは資料5と資料7について、コメントさせていただきたいと思います。まず資料5の3ページ、逼迫時補正の、暫定措置に関してでございますけれども、3ページにも記載いただいてます通りですね、暫定措置期間中は、小売りの事業者がリスク回避のために取れる手段の整備状況や、活用状況をご確認いただきまして、公正な競争が担保されているかどうか、特に、新規の参入者の競争力を過度に弱めていないかどうかを評価いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それから資料7につきましてですけれども、6ページのインバランス収支の過不足の還元回収のあり方に関してでございますけれども、インバランス料金収入と調整力キロワットアワーコストの銀行は託送料金に還元あるいは回収するというふうな記載がございますけれども、この点に関しまして特にコメントをさせていただきたいと思います。不均衡が小さい場合というのはある意味問題がないわけでございますけれども、仮にですね、先ほど松村先生から大黒字という話もございましたけれども、インバランスの収入がコストに対して著しく大きい場合はですね、まずはインバランス料金が高すぎるということでインバランス料金単価を引き下げるというのが自然だと考えますし、仮にですねそのような状況になった場合、その収益を託送料金に還元してしまうということになると、インバランス金融者というのは非常にその過度に負担し、その返ってくる分は非常に小さいということになりまして、不公平な状態になるというふうに考えられますので、特に今後は需給逼迫時のインバランス料金は補正で上がることが決まっておりますし、インバランス料金の妥当性を定量的に検証するということは系統利用者の公平性担保の面でも非常に重要であると考えられますので、託送料金への還元についてはぜひとも慎重なご議論をお願いできればと考えております。以上でございます。ありがとうございます。今の点だけです。私が言ったのは今まさにご指摘になった点が誤りだということを理論的に説明したということで、この資料の作り方だとそういう誤りというのをその、導いてしまうで、この資料だけを見れば正しいことを言っているように見えると思います。その点については十分な整理というのを今後お願いします。ありがとうございます。白銀オブザーバーお願いいたします。はい、ありがとうございます。資料7についても私からもコメント1点、申し上げますけど、少しお時間いただいて今般 の弊社の不祥事についてのお詫びだけ述べさせていただきたいと思います。
大切なライフラインを預かる送配電事業者としまして、お客様や社会の皆様からの信頼を大きく揺るがすような事態を引き起こしたということにつきまして、大変申し訳なく深くお詫び申し上げます。今回 の第三者委員会の調査報告と、そして改善命令の中身厳粛に、そしてかつ真摯に受け止めまして、信頼される組織として一から生まれ変わるという覚悟で信頼回復に全力を尽くしてまいります。すいません、お時間取りましたけれども、資料7に戻りましてですね、この今回ご提案のこの費用回避の仕組みにつきまして、先ほど委員からのご意見に、送配電事業者にとって甘い仕組みではないかというご意見もございましたけれども、送配電事業者としましては、現状これ今までもですね、太陽光のこの予測誤差を縮小する取り組みであるとか、今般運用を開始いたしました広域需給調整、によりますインバランス対応コストの低減などですね、需給調整の効率化というのに取り組んでまいったところでございます。今回ご提案いただいている余剰の還元であるとか回収の仕組みという中で、先ほど委員からご指摘あったその限界コスト、限界単価と平均単価との差、この辺は本日委員の皆様にご議論いただければと思いますけれども、さまざまな要因でそれ以外で発生するようなものに送配電の事業者にとって未回収に残ってしまうものについては何らかの手立てが必要ということで資料をまとめられたと思いますので、そこについては持続可能性という観点で良いシステムではないかと思います。今後皆様のご議論を踏まえましてですね、方向性定まりましたら、その中で今回議論していただいています新たな託送料金制度の下でどのように運用していくか、引き続きまして一緒にご検討させてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。他にご意見はいかがでしょうか。はい、草薙議員お願いいたします。ありがとうございます。私は2022年度以降のインバランス料金制度について中間取りまとめに対するパブリックコメントの実施結果について思うところを申し述べます。資料の5と6でございます。で、私は今回の中間取りまとめについて修正するかしないかということについては特段修正を求める部分はございません。で、多くのコメントが寄せられたということで関心の高さが伝わってまいりました。資料5の2ページのスライドの円グラフがございますけれども、そこから関心の対象が多岐にわたっているということも示されていると思います。で、特に逼迫時補正インバランス料金の暫定措置終了後の上限価格 C の値についてでございますけれども、主には新電力から懸念の声が上がっていると認識しておりますけれども、これにつきましてはリスク回避の手段が充実しているということを今後監視等委員会からも適宜示されることを望みたいと思っております。で、合わせて、2年間は暫定措置があるということに伴う安心感を、これは再開時に関しても対応、可能な環境だということも含めて醸成していただくことが重要だというふうに考えております。これは実は新電力のみならず消費者におかれましても、新制度に対して、安心感を持っていただくことが重要であろうと考えておりまして、で、これらにつきまして分かりやすい情報の公表を監視等委員会にも、望みたいところだというふうに思っております。以上であります。ありがとうございます。ですかね。では皆様ご意見よろしいでしょうか。はい、それでは事務局の方からそれぞれお願いいたします。まず3から、それではですね、はい、議題、3ですね、はい、あ、議題3ですね、議題3ですね、はい、議題3の方につきましては、はい、こちらのいただいたご指摘等も踏まえながらですね、今後、
今後の検討にあたってはですね、運用改善や論点の継続論点の整理などということに引き続き、取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。で議題4のですね、新たなインバランス料金制度を踏まえた収支管理のところについてですが、はい、いくつかご指摘をいただいておりますので、ご指摘も踏まえてですね、今後引き続き検討していただきたいと思っております。野崎オブザーバーの方からちょっとご意見のありましたインバランス料金などをこの黒の場合にこう引き下げることなどもご検討いただきたいという点についてでございますが、こちらの方につきましてはインバランス料金ということで今回につきましては調整力の限界的なキロワットアワー価格を用いるというということで、その時の電気の価値をこう表すということで設定をするという思想にこうなってございますので、それをちょっと果たしてこう変更するというのが適切なのかどうなのか、逆にこう不足な時はそれをこう上げるのかといったような問題論点というのがあろうかと思いますが、従いまして託送料金というところでの回収というのを調整というのをご提案させていただいているところでございますが、いずれにせよ本日さまざまなご意見をいただきましたので、それらも踏まえまして引き続き検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。議題5の需給調整市場における1位調整力3位調整力も行きの連携線空き容量の確保についてでございますが、こちらの方岩船委員の方からご指摘をいただいたところでございます。今回のですね、三次調整力1と2の今回試算で示させていただいたやり方につきましては、1出しと三次調整力丸2と同じやり方でこうやっているものでございますけれども、いずれにしましてもこう2021年実績を用いてですね、こう計算をしていく際にはどのようなこうやり方が良いのかというのはちょっと改めて検討していきたいというふうに考えております。私からは以上でございます。はい、ありがとうございました。それでは議題3については今回のパブリックコメントについては事務局案の通り回答するということで、インバランスの中間取りまとめは文言の調整を行わないという結論で参りたいと思います。よろしいでしょうか。はい、で次はですね、いいですね。はい、じゃあよろしくお願いします。次に議題4ですけれども、これについては松村委員からご意見がありましたので、これについては本日いただいたご意見を踏まえて次回以降引き続き検討を深めるということにしたいと思います。事務局は次回に向けてご準備をお願いいたします。次に議題5ですけれども、これは岩船委員それから松村委員からもご意見賜りました。事実とそれからきめ細かい検証しながら進めと、こういうことでございます。ただとですね、これについては基本的なものの考え方については大きな修正意見はなかったということで、この方針で進めさせていただくことといたします。よろしいでしょうか。一般送配電事業者におかれましては、本日の議論も踏まえて需給調整市場の開設に向けた準備を進めていただくようによろしくお願いいたします。また事務局は2021年度末までに改めて正式な試算を行って上限値を決定すべく必要な準備をお願いいたします。はい、それでは議題の6、小売市場重点モニタリング調査結果及び発電小売間の不当な内部補助防止について及び議題7、卸電力市場のモニタリングについて、事務局からご説明をお願いいたします。資料9、10でございます。はい、それでは資料9、10を続けて ご説明させていただきます。まず資料9、小売市場重点モニタリング調査結果及び発電小売間の不当な内部補助防止策についてというものでございます。おめくりをいただきまして、資料の4ページ、まず小売市場重点モニタリングから説明させていただければと思います。第40回の制度設計、昨年7月ですが、そこでの議論を踏まえまして、昨年の9月から、小売市場重点モニタリングの取り組みを開始をしております。競争者からの申告の受付を開始をしてございます。小売市場重点モニタリングの概要につきまして4ページにまとめさせていただいてございますが、2つ目の箱対象事業者につきましては、エリアにおける旧一般電気事業者およびその関係会社出資率 20% 以上の会社、それから各電圧区分におきましてエリアシェアが 5% 以上に該当する小売電気事業者、これは新電力も含むということでございます。
また3つ目の箱で対象となる価格水準につきましては小売価格が卸市場価格を下回るものということでございまして、具体的には直近12ヶ月間、過去12ヶ月間の取引所エリアプライス平均値以下のものを対象とするということとさせていただいております。また4つ目の箱でございますが、情報提供された案件等につきましては内容を精査した上で対象事業者に対しては事務局としてヒアリングを実施をするということ、それから第40回制度設計の議論を踏まえまして公共入札のうちエリアプライス以下の落札案件についてもヒアリングの対象とするということとさせていただいてございます。資料6ページにお移りいただきまして、まずですね、旧一般電気事業者のシェアを見ております。この資料で書いてあります通り、旧一般電気事業者の域内シェアにつきましては、一部エリアでは足元で増加の動きが見られるものの、総じてみれば減少傾向にあるということでございまして、7ページにかけてシェアを載せておりますけれども、北海道電力で一部シェアが上向きになっているというのがございますが、その他についてはおおむね旧一般電気事業者のシェアが低下をしているという状況でございます。それから8ページで公共入札における落札価格の概況ということでございますけれども、下にグラフを2つ載せておりまして、これが公共入札の落札の価格を縦軸にとりまして、で左右で2018年2019年それぞれの供給開始分を並べているということでございます。でプロットの点につきましては、青が旧一電およびそのグループ会社、赤が新電力ということでございますが、2018年から19年にかけまして、まず平均価格落札価格につきましては 15.81 から 16.61 に増加をしているということ、それから下位 20% 平均、グラフ上では緑の線で入れておりますけれども、そちらも 11.51 から 12.59 ということで1円程度上昇をしているということでございます。それから落札下位 20% の案件に占める旧一般電気事業者及びその関係会社による案件の割合につきましては 86% から 82% に減少しているということでございまして、この状況を見ればですね、安値入札による競争上の問題というものは、一定程度改善傾向であるということかと思います。それから9ページですけれども、エリアプライス、システムプライスの推移ということでありますが、こちらにつきましては、18から19年にかけて約2円程度、下がっているという状況でございますので、エリアプライスが下がっている中で、入札、落札価格については1円弱程度上がっているというような状況でございます。から11ページに行っていただきまして、今回のヒアリングの対象の案件でございます。合計237件についてヒアリングを実施したということでございまして、まず1が、競争者からの申告案件ということでございます。こちらにつきましては、昨年9月以降当局に寄せられた申告件数が20件ございました。でこの内容につきまして、小売単価、託送除きの小売単価がエリアプライス平均以下であるということが確認できたものが4件でございまして、関西エリアで2件、東北エリアで2件、いずれも高圧ということでございました。それから2として公共入札の落札案件でございますけれども、2019年の1月から12月に小売供給開始となる案件を対象とまず抽出いたしましたところ、3074件ございまして、このうち、電気新聞による公共入札データに基づいてですね、モニタリング対象事業者の落札案件であって、小売単価がエリアプライス平均以下であるというものが確認されたものについて、233件、一旦その公共入札データで抽出をいたしまして、最終的には対象事業者に確認した結果として、このエリアプライス以下であるということが確認されたものが233件でございました。この公共入札につきましてはエリア別の件数を12ページの表に載せてございます。
事業者名につきましてはですね、A 社 B 社という形で匿名にしてございますけれども、この中でですね、各エリア、例えばな北海道の A 社であれば70件、東北の C 社であれば50件といったようにですね、該当しているということでございます。この233件につきましては冒頭申し上げたとおり直近12ヶ月、過去12ヶ月のエリアプライス平均以下ということで対象としておるんですけれども、これも申し上げたとおり2018から19でエリアプライスが下がっているという状況もございますので、足元2019歴年でのエリアプライス平均以下という基準で見た場合にはですね、その233が75件ということになってございます。13ページでございますが、こちらは先ほどの公共入札の件につきまして、供給開始月ごとに落札件数の推移を見たものでございます。棒グラフで2019年4月が多くなっておりますが、こちらの年度当初ということで4月供給開始の案件がそもそも多いということがございます。で折れ線、青の折れ線グラフの方でですね、全体の落札件数に占めるエリアプライス以下の件数というものも、見ておりまして、そこで見ますと、昨年の1月2月に供給開始だったものが割合としては多かったんですけれども、その後は、低下傾向にあるといったような状況が見て取れるということでございます。こちら全体の傾向ということでございます。それから14ページ以降がヒアリングの結果ということでございまして、今回ヒアリングをしてまいったものをまとめてございます。まず小売価格の設定についてなんですけれども、小売価格託送除きが電源可変費を下回る案件は今回のヒアリングにおいては確認されなかったというのが1点でございます。また対象事業者のうち多くの一般電気事業者はエリアプライスについては小売価格の考慮要素ではないという回答でございまして、可変費を上回る水準であれば限界利益は見込めると、で固定費の一部は回収可能であるということで、可変費を上回る範囲において競争状況を考慮して小売価格を設定しているという回答がございました。他方で他のモニタリング対象事業者、新電力含めですがについては将来のスポット価格の予測値を考慮して個々の平均小売価格を設定しているといった回答がございました。15ページでございます。経営管理上の考え方についてということで、新電力ですとか一部の旧一般電気事業者におきましては全体の部門の中で小売部門として回収すべき費用収益の目標を設定した上で進捗状況を管理するといった方法で小売部門単位での管理を実施しているという回答がございました。他方で発電小売が一体となっている旧一般電気事業者におきましては小売発電卸も含めた全社内での収益費用の管理が実施されていたということでございまして、逆に言いますと小売部門での調達コストとして明確に認識された社内取引価格に相当するものは存在しないという回答もあったということでございます。16ページでこの小売市場モニタリングのまとめのパートを設けておりますけれども、今回重点調査を実施した個々の案件においては可変費を下回るような価格設定は確認されず、法令上問題となるような事例は認められなかったと。こうした点に加えまして小売市場における旧一般電気事業者のシェアが大きく上昇しているといった事象は見られない点ですとか、あと公共入札において落札価格下位 20% の案件に占める旧一電の落札の割合も18から19にかけて減少しているといった点も総じてみれば、現時点で直ちに政策的な対応が必要とは考えられないのではないかということでございます。他方で発電小売一体の旧一般電気事業者におきましては社内取引価格は明確されていないということでございまして、これに加えまして多くの旧一般電気事業者では個別の小売価格の設定において参照する定量的な基準として電源可変費以外のものが示されなかったということでございまして、これらの点は旧一般電気事業者の発電部門が社内外の取引条件を合理的に判断して電力の卸売を行っていない可能性があることを示唆するものではないかということを書かせていただいてございます。
17ページ以降が以上を踏まえまして発電行為の不当な内部補助防止策についての検討でございます。19ページまで言っていただけますでしょうか。こちらのと次のページですね、発電利潤の最大化の行動と卸売の内外無差別性の理論上の考え方ということをまず整理をさせていただいております。一つ目のポツですが、発電から得られる利潤を最大化する行動、すなわち、卸電力市場ですとか、社外への相対卸、社内取引等の卸売先から社内外問わず最も有利な条件で取引するという経済合理的な行動が取られていれば、おのずから卸売価格の社内外無差別性が確保され、電源アクセスのイコールフィッティングが実現することになるということでございます。こうした観点からは、旧一般電気事業者における社外への卸供給の交渉ですとか、スポット市場への入札、これはグロスビディングも含めてということですけれども、については、発電部門が自社小売部門から独立した意思決定の上で実施することが望ましいという考え方を、書かせていただいてございます。また、20ページに行っていただきまして、こうした発電利潤の最大化行動が確実に取られているといった場合におきましては、社内外の卸売において合理性のない価格差が発生しないと、したがって内部補助を理由とした小売市場の競争は一刻も生じないと考えられるため、内外無差別性の監視は、こういった前提であれば不要と考えられるのではないかということを書かせていただいております。またこうした発電利潤の最大化の行動に加えまして、小売においても経済合理的に電気を調達し販売するといった行動が取られ、また各市場がより完全な形で機能していくといったこととなれば、理論的にはこうした行動は全社利益の最大化にもつながると考えられるのではないかということを書かせていただいております。他方で最後21ページでございますけれども、旧一般電気事業者の現状と今後の対応ということでございますが、他方で前半の小売市場モニタリングのパートで見たとおり、現時点では発電小売一体の旧一般電気事業者におきましては、社内取引価格が設定されていないということでございますので、これを踏まえますと、こうした事業者が社内外の取引条件を合理的に判断して電力の卸しを行っているとは考えがたい状況にあるのではないかということでありまして、以上を踏まえまして、今後取引条件を含めて社内社外への卸し価格の考え方設定状況等について、旧一電からのヒアリング等により実態や考え方を把握し、内外無差別の監視に関する具体的な方法を含め、さらに検討を深めていくこととしてはどうかということでございます。資料9については以上となります。続けて資料10、卸電力市場のモニタリングについてという資料も併せて説明をさせていただければと思います。2ページをご覧いただけますでしょうか。こちらの議論はですね、主に相場操縦規制の議論を昨年末にやらせていただいておりまして、そのスポット市場、時間前市場といったモニタリングの在り方というものも議論させていただいた中で、各委員のご指摘として、モニタリングの重要性、特に供出量の観点について多くのご指摘をいただいたということ等を踏まえまして、卸市場のモニタリングについての検討資料を作成させていただいているものでございます。順に説明させていただければと思いますが、まず資料の5ページを、ご覧いただけますでしょうか。スポット市場についてという、項目でございます。こちらにつきましては、第43回昨年11月の制度設計専門会合で議論をさせていただきまして、スポット市場におきましては限界費用で供出可能な供給力の全量市場に供出するということがプライステーカーとしての経済合理的な行動であるという整理をいただいたというところでございます。このため、こうした取引行動を取っている場合には、相場操縦行為にも該当しないセーフハーバーであるといったことですとか、旧一般電気事業者の自主的取り組みについても、それが適切に実施されていれば、セーフハーバーの対象になるものと整理をさせていただいてございます。こうした自主的取り組みにつきましては、これまでも、限界費用ベースでの余剰電源の全量供出についてモニタリングを行ってきたところでございますが、今回同取り組みにおける余剰電源入札可能量の考え方について、改めて全体像を整理しまして、旧一電の状況を確認をしたというものでございます。
6ページの入札可能量についてという資料をご覧いただければと思います。左下に図が書いてございますけれども、まあ、主に入札可能量 の、 まあ算式といいますかですね、考え方はこちらになっておりまして、左の棒で白の自社供給力となっているところから自社需要予備力入札制約を引いたものが入札可能量であるということでございますけれども、こちらには検証1と書いてありますが、まずこの入札可能量がですね、きちんと、設定されて、まあ、供出されているかというのが一つ、の検証ポイントでございます。それからもう一つ、左上の、部分に検証2と書いてあるんですけれども、この自社供給力の、外数になっている、ものとして、グレーに塗らせていただいている部分ございまして、まず計画停止、計画外停止と上に載っている部分につきましては、まあ、これは当然供給力概覧でございますが、こちらは JEPX の HJKS という情報公開のシステム上、公開がされているという状況でございます。他方でその下のですね、上記以外の供給力の減少につきましては HJKS の掲載対象外になっている部分がございまして、この部分のモニタリングについて別途問題意識を踏まえて検討の資料を後ほど説明させていただければと思います。まず検証1の方でございますが、8ページをご覧いただきますと、入札可能量の改善に向けたこれまでの取り組みということでございまして、入札可能量は先ほど申し上げたとおり箱の中の数式がありますが、供給力マイナス自社需要マイナス予備力マイナス入札制約ということでありますので、この自社需要予備力入札制約というものが課題に設定されないかということにつきましては、これまでの制度設計専門会合等においても従前の整理をさせてきていただいているという部分でございます。具体的には9ページに行っていただきまして、まず予備力のあり方につきましてはですね、そこの資料にある通りでございますが、従前は、スポット市場において、まあ、2から 5% の予備力を保持するといったような事業者もあったんですけれども、こちらの整理をさせていただいて、まあ、0から 1% にすると、ゲートクローズでは原則不要といったような考え方も整理を、いただいていると、平成29年10月の資料でいただいているということでございます。また入札制約の合理化につきましても10ページでございますけれども、平成29年11月の資料でございますが、そこで書いてあります、まあ、段差制約ですとか用水運用制約燃料制約等々のですね、入札制約として合理的な内容の定義というものを明確化させていただくとともに、10ページの枠外で、まあ、小さく書いてございますけれども、例えばブロック入札というものが、ブロック入札制約というものが、ございましたが、これはその JEPX のシステム上入札ブロック数の上限があるということで、一定数以上はブロックが積めないことによって入札制約になるといったものが過去ございましたが、こちらの JPX のシステム上上限が撤廃されたことに伴い制約としても合理性がなくなったため、今後は対象から除外するといったような整理もさせていただいてきているということでございます。11ページに行っていただきまして、こちらでですね、まあ、2017年と2019年の入札可能量の変化を図にしたものでございます。17年と19年でですね、まあ、その間に各種先ほどのような整理させていただいたことも踏まえまして、この17年と19年で毎月1日ずつ合計12日間の平均として、この入札可能量およびこの自社供給力以下の項目がどうなっているかというものを比較をさせていただいてございます。自社供給力 100% のうち、両年とも自社需要は 79% ということでございましたが、予備力は 4% から 1%、 入札制約は 9% から 7% に減っておりまして、入札可能量としましては 8% から 12% に増えているということが確認をできてございます。また12ページでございますが、入札制約については内訳も見ておりますけれども、すべての項目において減少をしているという状況でございます。一部黄色に載っておるブロック入札につきましては、先ほど申し上げた制約としては合理性がないと
という整理だったんですけれども、2019年でもまあ量は少ないんですが一部積んでいる事業者がございまして、そこはまあ実務負担理由にということをヒアリングでは申しておったんですけれども、まあ、それにつきましては運用の改善を要請をしているといったような状況でございますが、まあ、これまでの整理を踏まえてですね、入札可能量の部分については、まあ改善が見られるといったことは確認できてございます。それから14ページに行っていただきまして、時間前市場についてということでございます。こちらにつきましては昨年12月の制度設計第44回の会合におきまして、常時3札の売り入札の実施というですね、一昨年12月に旧一般的事業者に要請をした取り組みの状況を確認したところ、一部の事業者におきまして、まあ、3札が出ていないという状況が確認をされたということでございます。ただまあそちら各事業者からの意見においてもですね、まあ、そもそも入札可能量がなかったといったやむを得ない理由もある可能性があるため、理由は確認すべきという指摘もございましたので、前回に引き続いたフォローアップの調査を実施したというものでございます。15ページ16ページは前回の資料ですので割愛をさせていただきまして、17ページでございますが、今回各事業者に対して売り札が3札未満となっていた時間についての理由を確認をさせていただきました。で各社とも入札可能量の制約によって売り札が出せない時間があったといった回答はあったんですけども、そういった理由以外にも下記1から4の理由も挙げられたということでございまして、例えば丸1ではそのシステム上の理由としてシステム上複数の入札に対応していないといったような会社があるということでしたり、丸2としまして需給計画との作業に関する理由ということで、天候急変や発電所トラブル等によって需給計画を見直すといったような作業が必要な時間帯については売り札を引き上げているですとか、市場開場後入札まで時間を要した日があったといったような回答もございました。また丸3の人員不足のために夜間早朝は売り札を引き上げているといった事業者ですとか、あと丸4のように一旦3札出すんだけれども残札がある間は補充はしていなかったといったようなことを回答する事業者もございました。それにつきましては18ページでですね、各事業者に対応を求めておりまして、例えばシステムであればですね、まあ費用面の考慮当然あるんだと思いますけれども、その例えば他の回収作業と合わせるといったような合理的な作業で検討ができないかといった要請をしているといったようなことですとか、まあ、需給計画の部分については、まあ、システムの活用等を含め改善策の検討を要請と、人員不足につきましては、まあ、人員増強教育中という説明がございましたので改善の動きを注視していく、で運用方針につきましては、まあ、常時3札の考え方を改めて伝達し対応の改善を要請ということでを実施をしておりまして、まあ、こうした要請の効果も含めて引き続き状況を見ていきたいと考えております。すみません、最後20ページ以降ですが、こちらの発電所の情報公開についてということでございまして、また若干ちょっと違う毛色の議論を、させていただければと思います。検証の ② と、書いてあった部分でございます。こちらにつきましては現行の適取りガイドラインでですね、一部の発電ユニットの稼働停止につきましては卸電力市場の価格に重大な影響を及ぼす事実としてインサイダー情報とされているということで、発電事業者は JEPX の発電所情報公開システム HJKS において速やかに公表することが求められているということでございます。2つ目のポツで、適取りガイドライン上インサイダー情報として公表が求められる情報につきましては、10万キロワット以上の発電ユニットにおける、電力系統からの乖離を伴う計画停止計画外停止とされておりまして、乖離を伴わない、発電ユニットの出力低下といった稼働状況については、公表対象とはなっていないということでございます。この点に関連しまして、規制改革実施計画政府のですね、閣議決定昨年6月ですけれどもでされておるものですが、こちらにおきまして、
計画停止、計画外停止の情報と同様に、市場価格に重大な影響を及ぼしうる発電所の稼働状況等に関する情報開示について、適切かつタイムリーな開示が行われるよう検討を進めることとされたということでございまして、これを踏まえてご議論いただきたいということでございます。適取りガイドラインの記載等は少し飛ばさせていただきまして、25ページまで行っていただければと思うんですが、こちらがHJKS でございまして、ホームページでも閲覧可能ということでございますが、見ていただくと、まあ、エリアですとか発電事業者で発電所の名で、認可出力等があって、で区分というところで計画停止、計画外停止という情報が載せてあるというのが、情報でありまして、まあ、認可出力のすべてが、止まっている状況場合にこれを、公開をするというのが現状でございます。他方で次の26ページに行っていただきますとですね、諸外国の状況でございますが、欧州においては、レミットの4条1項というものがございまして、そこで市場参加者は内部情報の開示というものが義務付けられております。この内部情報というのが、米の1位であります通り、公開されていない情報であるが、もしそれが公開された場合には商品価格に重大な影響を与える恐れがある情報という定義となっておりまして、2つ目のポツにあるように、内部情報の公開にあたっては発電ユニット全体の停止のみならず、発電ユニットの出力のうち一部が稼働不能の場合についても当該よりは公開されるということになっております。下の、イギリスエレクソンのホームページの例を載せておりますが、右下にある通り、特定のユニットにおいて、ノーマルキャパシティが1230メガワット、123万キロワットのうち、アベイラブルなものが76万キロワット、アンアベイラブルが47万キロワットといったようにですね、一部が停止しているといったものについても欧州では公開をしているという状況でございます。で、28ページの方に行っていただきまして、我が国において、それではその10万キロワット以上の出力低下がどれぐらいあるかということについて、旧一般電気事業者等に調査を行いました。でそうしたところ、下の、箱にあるような、回答が寄せられておりまして、例えば一部の、設備点検ですとか、設備故障、それから、まあ、入札制約、例えばその公害防止協定による制約等がありまして、まあ、電源立地地域との関係で一定時間についてはですね、運転を抑制するといったようなケースもあるということでございまして、こういったケースが該当するということでございました。でこのような出力低下について一定の仮定の下で計算をしたところですね、2つ目のポツですけれども、旧一般電気事業者の過去1年間の計画外停止、230万キロワットパワーの約2割ぐらいの量に相当するという状況でございます。以上を踏まえまして29ページでございますけれども、上述の通り、現行の適取りガイドラインにおいては、10万キロワット以上の、計画停止、計画外停止が、公表の対象ということでございますが、改列には至らないものの、設備点検故障や点検制約に伴う出力低下が一定程度生じているということを踏まえれば、発電ユニットにおける一定の出力低下についても HJKS の掲載対象に加えることとしてはどうかということでございます。30ページで具体的にはということでございますが、発電ユニットについて10万キロワット以上の出力低下が1、24時間以上継続することが2、明らかに見込まれる状況について適時公表の対象とするよう適取りガイドラインを改正することとしてはどうかということでございまして、まず丸1の24時間以上ということですけれども、こちらの事業者からのヒアリングによりまして、数時間程度の点検ですとか試験といったことに伴う出力低下は日常的に生じているということですとか、あと設備トラブル等による出力低下の場合には低下の継続時間の見極めに時間を要するといった説明もございまして、短時間の出力低下を対象とした場合、事業者負担が大きくなるのではないかと、
また24時間未満の出力低下については市場に与える影響も限定的であるとも考えられますので、出力低下が24時間以上継続する場合を開示対象としてはどうかということでございます。また括弧2の明らかに見込まれるということ文言でございますけれども、こちらは公表する情報の正確性ですとか事業者負担の観点ということで、例えば太陽光発電とか風力発電といった変動電源の出力変動を含めるということになると、まあ、負担も大きくなると、正確性を確保しづらいということもございますので、こうした文言により気候等の自然変動に伴う出力低下は対象外としてはどうかという案とさせていただいてございます。また31ページでございますが、公表のタイミングにつきましては出力低下の見込みが定まった後速やかに公表することとしてはどうか、さらに出力低下の理由でございますけれども、燃料制約といった個社の機密情報を開示されますと、それに伴う燃料価格の高騰ですとか、まあ、引いては需要家の利益の毀損にもつながる恐れもありますので、現行の HJKS の計画停止、計画停止と同様に事業者の任意による開示としてはどうかということとしてございます。最後33ページ取り組みの方向性ということでございまして、スポット市場、時間前市場におけるモニタリングにつきましては、スポットについては12ページで見たような入札可能量の算定状況についてですね、今後モニタリングレポートにも追加をして定期的にモニタリングしていくこととしたいということでございます。また時間前市場につきましては、今般のフォローアップの対応状況も含めて必要に応じ対応状況について要請の対応状況等について確認を行っていくこととしたいということでございます。発電所情報開示につきましては本日の議論を踏まえて適取りガイドライン改正に向けた検討作業を進めることとしたいということでございます。私からは以上になります。はい、ありがとうございました。それではただいまの説明について、資料90を示しながら皆さんのご意見を賜りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ草薙お願いいたします。ありがとうございます。資料9と資料10の両方について意見を申し述べたいと思います。まず資料9でございますけれども、18ページに本日ご議論いただきたいことということがございますので、それに関連しまして、今回の重点調査ヒアリングの結果について、意見と要望を申し述べたいと思います。で、小売価格が電源可変比を下回るような案件は今回のヒアリングにおいては確認されなかったということですけれども、この16ページですね、資料9の16ページの一番最後のポツを見ますと、発電小売一体の旧一般電気事業者においては発電部門において社内外への卸売にあたって発電から得られる利潤を最大化しようとするような経済合理的な行動が取られていないのではないか、すなわち内外無差別性が確保されていないのではないかといったことが示唆されるものとなっているということだと私は思っております。で、そこで機会があればもう一段のヒアリングをお願いしたいというふうに思います。で、私は発行一体型の旧一電というものについては、小売部門が発電部門とコスト意識を共有して一体として動いているというふうに思っていたのですけれども、今回のヒアリングでその意識は希薄であった可能性もあるというふうに認識を改めております。大きな取引の場面においては卸市場の価格をあまり参照しないで、ライバルである PBS 新電力が提示していると考えられる価格をいかに下回るのかという発想を中心にして旧一電は小売営業をしてきたということもあろうかと思います。ジャイアントな旧一電と非常に規模の小さい新電力の関係性においては、かつてそれはあり得るということだったのだと思うのですけれども、しかし新電力がある程度力をつけてきて、しかも JEPX の取引価格が低廉化してまいりますと、旧一般電気事業者の発電部門は自社の小売部門よりもより高く電気を購入してくれる卸の相手を見つけていきたいと、そのような小売事業者に電気を卸すことが合理的であるというふうに考えるようになるはずであります。でもそのように行動をするのが合理的であるというふうに思います。一方、旧一電の小売部門におかれては、
自社の発電部門のコスト意識を認識しつつ小売営業をかけていくということにどのように意識を向けておられるのかということが重要ではないか、そこが問われるのではないかと思います。でそれは企業としての損益分岐点を意識したいわゆるリバランスの問題ということに帰着して小売税免自由化の一局面として当然あり得ることだと予想されるところでありますけれども、旧一電の自社小売部門が強い自社ブランドが未だ有効であるということを用いまして、比較的高額な小売電気料金であることをある程度認識しながら、小売競争があまり激しくない、あるいはスイッチの意欲があまりない相手方にはそのまま売り続けているということがまだあり得ると感じます。でこれはもっと小売料金の下げしろがあるということに他ならないわけでありまして、発電小売一体の旧一電の自社小売部門は自社の発電部門から電気を買ってそれをいわば物言わぬ顧客に売りさばくということをもって良しとする発想がないわけではないということになるかと思います。そこでしっかりと小売競争に勝って利益を最大化するために小売部門がどのように電気を調達しているかということにつきまして、旧一電にヒアリングしていただけるとありがたいというふうに思うわけであります。で新電力に対しましてはまだ料金の下げしろがある小売競争への参入により力を入れる意欲があるのか、ヒアリングをしていただきたいと思います。で合わせていずれに対しても小売競争に勝つために、必要なこととして、発電部門の例えば、固定費等を削減してしまっているというようなことがあるかどうか、そのようなことは不健全な状況だということで、認識しますけれども、現代においてそういうことに至っているのかということも合わせてヒアリングしていただきたいと思います。そして、ベースロード市場や容量市場などへの参入計画、こういったことも可能であればヒアリングしていただきたいというふうに思います。で、すでにやっておられることが多いかとは思いますけれども、さらに検討を深めるためということですので、発言させていただきます。それから資料の10の方ですけども、卸電力市場のモニタリングにつきまして、例えば17ページで、売り札を3札未満になっているのはなぜかといったことは、丁寧にそれぞれの理由に合わせて改善を要請するということしかないと思っておりますけれども、結局方法論として原則的な部分を実務レベルで何度もご確認いただくということが重要ではないかというふうに思います。例えば資料10の12ページで、そもそもブロック入札の制約は外されたはずなのにまだそのような例が残っているということでありますけれども、ブロック入札は非常に落札しにくいということで撤廃されたわけでありますから、対応を監視等委員会が要請されるのは良いことだと思います。あるいは別の例としまして、今日飛ばされましたけど24ページのところで、計画外停止の発生後1時間以内に公表することになっていますけども、そういったことも含めて公表時期をきっちり守られていないというケースも散発しているというふうに伺っております。で担当者の負担をかけることとなるケースもあったりして、実務上は気の毒な話もあったりするのかとは思いますけれども、インサイダー情報であることをしっかりと認識していただいて、ガイドラインを重視した運用をお願いしたいと思っております。監視等委員会の方でもしっかりと要請を行っていただくべき事柄であろうと思います。徹底の方よろしくお願いいたします。以上であります。はい、ありがとうございました。それでは松村委員お願いいたします。まず資料9のところなんですが、スライド21でまとめられているのは全くこの通りだと思います。ひょっとしたら事業者から見苦しい言い訳がこの後出てくるかもしれませんが、スライド16で示されたようなですね、こんな状況っていうのをそのもう目の当たりにすれば、この整理っていうのは実にもっともだというふうに思います。スライド16に出てきているような惨状っていうかですね、これは昨日今日言われたっていうことならともかくとして、発電部門と小売部門っていうのがいわばそのマインドとして分かれて、それぞれ利益っていうのを最大化するとかっていうようなことはグロスビディングなんかをもう議論した、導入する前に議論していた時からもうずっと言われていること、これだけ時間が経っているのにもかかわらずまだこんな惨状だいうようなことだっていうことは十分認識していただきたいし、
こんな惨状を踏まえてスライド21が出てきているんだということは十分認識する必要があるんだと思います。さてその上でですね、これまでの議論でもう十分整理されてきたものっていうのは、小売部門にとってのコストっていうのは発電の可変費用ではなく基本的には卸市場価格のはずだということをきちんと念頭に置けば、このスライド16のところの最初のポーツにある可変費を下回っているようなところはなかったっていうのが最初に出てきて、まあ、これで直ちに問題としない法的な対応っていうのを取らなければいけないという状況にはないっていう、その結論は正しいとしても、本来はこの資料でもずっと議論されている通りスポット市場の価格というのを見て合理的なものになっているのかというのが本来であって、可変費との代償を比べるというのはあくまで補助的なものにしか過ぎないということは私たちは認識する必要があるんだろうと思います。発電部門でコストが10円だったとして、卸市場の価格が12円だったとして、それはコストその統合されているんだから10円じゃないかというのは、それ全体としてはそうかもしれないけど、発電部門っていうのは12円で他に売ろうと思えば売れてるわけですよね。だからその小売部門としては、その自社の発電部門が10円で発電できたとしても、それのコストっていうのは本来12円のはずだと、それは機械費用っていうことまで考えればそうだということはもう十分整理されたはずなのだから、そのまあ先祖返りしたようなですね、この可変費用というのを重視するいうような発想っていうのは、それを調べることはいいと思いますし、補助的に調べることは重要だと思いますが、そういうような方向に行かないように、この資料は正しくずっと市場価格ということで議論されているので問題ないと思いますが、その点については一応きちんと考えていただきたい。なぜこんなことを強調するのかっていうと、スライド16の冒頭にこんなことが書いてあるので、可変費用よりも低い価格で売ってないから大丈夫でしょうと勘違いした事業者っていうのが大量に出てこないかということを心配しているということです。で次にスライド21で内外無差別のことについてこれから整理していくっていうことなので全く問題ないと思いますが、これに関してはですね、その内外無差別っていうのが本当はすでに契約とかが出てきていて、それは本当に形式的には内外無差別なんだろうけど実質そうですかっていうことを議論できるような状態になっているかと思ったら、まだそれよりもはるかに手前の状況ということなんで、まあ、これから議論せざるを得ないということなんですけれど、例えば極端なことを言うとですね、ものすごく大きなロットっていうのを示して、でこれはその市場シェアエリアで 50% のシェアを持っているような事業者でないと到底受けられないとかっていうようなロットの契約を示して、これなら安く売るけど小さなロットだったらすごく高くしますよって言っても、形式的には内外無差別になってるかもしれないけれど、それも実質的にはその全然内外無差別になってないとかって、そういうこともあるわけですよね。こういうことをこれからちゃんと見ていくっていうことになるんだろうと思います。そういう意味でその本来その50っていうロットを10ずつに分けたって本来何の問題もないはずなのに、ロットを一緒にしてなんていうようなことが起こってないかっていうのを見るっていうことは他のところでも出てきて、例えば長期契約だからだから安いんですとかっていうのはもう安直に認めないようにしていただきたい。つまりどういうことなのかって、それ長期契約の意味は何ですかいうふうに考えると、それは普通の売買契約プラスいわば砂金決済の部分、つまり発電事業としては安定的な収益が得られるようにしたいので、スポットがすごく安い時いうのには補填してもらう、で逆の時にはこちらからの持ち出しになってもいいっていう、そういうようなある種の金融契約ということがあったとすると、これ同じ主体が買うっていう必要全くないんで、それを安易にバンドルして、でこれで受けてくれる人がいるんだったら売ってもいいけど、そうじゃなかったら、れませんそんな10年先20年先というようなものを金融取引としてなら取引できる人はいるかもしれないけれど、電気とのセットだということだと難しいというような事業者があったとして、そんな契約を安直に示しておいて、それで、内外無差別ですなどというようなことがないように、全く全て同梱だと思うんですけれど、安直にバンドルする、ロットをバンドルするっていうこともあるかもしれないし、契約をバンドルするっていうこともあるのかもしれないし、本来機能で分けられるようなものをそのすごく今までの発想に縛られて安直な行動をとっていて、これで内外無差別ですなどということのないように、その丁寧に見ていかなければいけない、まあ、だから相当に難しいんで、今から議論を始めて相当に時間をかけて丁寧にやっていくということなんだろうと思います。以上です。ありがとうございました。それでは中野オブザーバーお願いいたします。はい、私から資料9から1つと10から1つと、それ、まあ、大きく2つです。
まず9の方ですけれども、今回しっかりこうモニタリングしていただいてですね、どうやら少し課題があるようだという整理をしていただき、それを受けて、とりわけその発電利潤の最大化というのを見ていくという整理をいただいたというふうに思っています。これは非常に大きな前進というかですね、だと思ってます。ありがとうございます。ただ初子一体の中でですね、これ実際に内外取引の条件を本当にフェアかどうか見ていくっていうのは、極めて実は難しいのではないかなというふうに感じてまして、そこをどうやっていくかというのはまさにこれからご議論ということですけれども、しっかり議論いただきたいなというふうに思っているところです。で、今回 のモニタリングの中でちょっと気になるのはですね、初子一体だから当たり前でしょと言われればそれまでなんですけど、全体の管理は収支管理はなされているけれども、発電小売という部門別の収支管理は、されていないやにかのように、書かれております。で、これつまり内部取引価格はないということですけれども、これ本当かなというふうに正直思います。別に初子は一体だろうがなかろうが、部門別の収支管理というか管理会計上ですね、部門の管理上そういうものがないっていうのはちょっと意外というか不思議というかですね、非常に気になりました。というのは今後発電利潤最大化とか、そういったところを見ていく中でですね、結局はある程度その部門別のですね、収支なり何なりというのを見ていかないとわからないんじゃないかと思うんですね、実際には。で、これを発電小売一体でやるっておっしゃってるんで、それはそれはやむを得ないつつもと思いつつもですね、ある程度それは一体となって、かつそれを公平性を持ってということですから、ある程度そのあたりは前向きに取り組んでいただきたいなというふうに思っております。それがまず1点目ですね。で、2点目は時間前の話ですね。今回もしっかりまた見ていただいて、これはこれで非常にありがたいんですけれども、いろんな理由が書かれてございます。で、当然その事業者さんによっていろんな事情があろうかと思いますので、すぐにできることとできないことってのはあるかと思いますけれども、この市場が非常に重要だということですね、改めて認識をしていただきたいなというふうに思っております。これからいろいろ制度が変わっていく中で、この時間前市場の重要性というのは極めて大きいというふうに思ってまして、これもぜひとも前向きに取り組んでいただきたいというふうに考えているところでございます。以上です。